ストゲーファンの皆様、こんにちは。今回はスーパービックリマンを攻略解説していきます。ゲームモードは 1P モードと VS モードのみで、ストーリーモードはありません。1P モードはフェニックスかティキを使用して CPU 操作の他の7人と戦うモードです。そのため一人で遊ぶ場合は、なんとフェニックスとティキ以外のキャラクターを使って CPU と戦うことはできません。しかもフェニックスとティキはストリートファイターの竜と剣のように性能はほとんど同じです。テレビアニメを題材としたキャラゲーなのにボイスはありません。しょぼい SE と共に無言で技を繰り出すだけです。1本目の勝利時は勝利ポーズがなくシュールです。通常技、必殺技含め、空中やしゃがみ、チュ、ウなどの派生型も含めて、全キャラ7から8種類しかありません。例えばフェニックスなら、タチパンチ、タチキック、しゃがみパンチ、しゃがみキック、ジャンプキック、ローリングソバット、小魔法王山、爆砕砲撃の8つ。なんと、これが、すべての技になります。2本目勝利で勝利ポーズがありますが、ボイスがないため吹き出しで表現されます。また全キャラ共通してジャンプ中の攻撃はジャンプキック1種類のみなのですが、前方にジャンプしている時でないとジャンプキックは出すことができません。攻撃モーションの枚数は多くて2枚、少ないと1枚です。ニュートラルポーズから中割りなしで攻撃を出し切った状態に移行します。当然、ニュートラルポーズで体を揺らしたりすることはなく、直立不動のまま微動だにしません。またこのゲームですが、キャラクターの人選が部分的に不自然です。参戦キャラクターは耐性フェニックス、回転性ビシュの敵、マスターピー、ダークヘラ、魔王サラジン、リトルミノス、デビルゼウス、競うダビデスの8人です。発売当時、すでにアニメではメインキャラである和天聖、イザナアスカも月光聖、アマゾアムルもサイバーアップした姿を披露しているが未参戦。開発時期のズレを考慮すると仕方ないとはいえ、がっかり感をより強めてしまっています。競うダビデスはアニメにも漫画にも未登場のシールのみ存在するキャラで、誰？というプレイヤーが続出しました。ゲーム内容の解説に戻りますが、技の硬直や無敵時間の調整がめちゃくちゃで、ゲームバランスが崩壊しています。フェニックスやティキ、リトルミノスなど技の出が早いキャラの攻撃は連打しているだけでコンボがつながってしまいます。ノックバックにより間合いが開くため、それだけで永久コンボ。ここまではいかないが、一発のヒットで、2から3発の追撃が確定します。ダークケラのアシュラーアタックや、サラジンのキングタット、リトルミノスのスライドキックは、相手が画面端にいて、ガードしていないとき、
ノックバックがなぜか起こらないため、追い詰めれば完全なハメが成立します。フェニックスの小魔法王山や敵の水流斬撃は、発生が極端に早く広い攻撃判定を持つ突進技で、硬直も全くないためやたらと強いです。しかも相手を強制ダウンさせる効果があるので、倒れた相手の起き上がりにタイミングよく重ねると永久に倒し続けることが可能。すなわち小魔法王山を一度食らった時点で体勢に関わりなく積みます。特にマスター P の膝蹴りは反則的な性能です。膝蹴りと言いながら、マスター P の全身に攻撃判定が発生する上、発生、硬直ともに全く隙がありません。ボタンを連打すると前方に小さくジャンプする飛び膝蹴りに変化して、これにより距離を詰めることができるので、ノックバックにより間合いが開いてしまう心配がないため、一撃食らった時点で死ぬまで膝蹴りがつながってしまうハメ技が可能です。マスター P は体格の大きいキャラなので、飛び越すのも難しく、回避はとても困難です。このゲームにおける対戦はいかにはめるかという勝負です。そのためハメを持たないデビルゼウス、ダビデスは圧倒的に弱いキャラになってしまっています。その他も格闘ゲームとしていろいろ問題があります。先ほどもお話ししたようにジャンプキックは前方ジャンプ中にしかできないため、相手の攻撃を垂直ジャンプで回避して空中からのキックで反撃なんて駆け引きは当然できません。また飛び道具技はぶつかっても相殺せずに互いにすり抜けて飛んでいきます。そしてなんとガード中のキャラは投げることができません。そのため打撃技、投げ技、ガードの3すくみは全く成立しません。しかも投げ技は威力も蹴り一発と変わらないため、リーチが短いだけの全く利用価値のない技になってしまっています。またガード不能技などの概念もなく、自動で相手の方向を振り向くため背後からの攻撃もできないので、ガード中のキャラを崩すことは不可能です。ということで、ここが最後の戦いになります。
ゲームクリアです。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。